どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、新しく出ましたキャラパッケ発掘恐竜チョコを見ていきます。ワンボックスね、14個買ったんだけど、パッケージはね、3種類あって、ティラノサウルスレックスにトリケラトプス、そして僕の大好きなモササウルスの3種類となってますね。ティラノサウルスのね、パッケージ見ていきますね。はい、パッケージこんな感じ、ドドンとこうね、ティラノサウルスがいて、これ、ティラノサウルスの形に新しいかなって思ってたけど、ニューってなってないんだよね。だから新しくないのかな。で、ニューはこの 2種類となってるようですね。で、シークレット新しくなったみたいですよ。で、味はバフ入りチョコとなってて、で、この真ん中の恐竜はね、白色になってるんで、ホワイトチョコでしょうね。で、ラインナップが全8種類となってます。で、キャンペーン、これがすごい良くて、お菓子売り場に引っかかってたからもらってきました。今回キャンペーン商品がですね、キャラパキ発掘タイマーっていうやつで、かっこいい時計みたいなのがもらえるみたいで、なんとね、音声付きになってて、キャラパキタイマーアタックできるみたいで、1分キャラパキチャレンジ、そして時計の3モードで遊べるようになってるようなんですよ。これ欲しいよね。で、こんな感じでね、遊べるっていうのが書いてるんだけど、いや、測りたい。これでタイマーで測ってみたい。応募期間は2022年11月1日から2023年3月31日となってて、そこまで応募期間は長くなくて、数が少ないね、2000名様なんで、そんなにないから、これどうなるんだろう、一気に送ったらもうすぐに終わっちゃうのか、いや、どういった感じ当たるのかっていうのはわかんないけど、数が2000名なんでね、そんなにないですよね。このね、対象商品のキャラパキマーク、袋の後ろにあるんだけど、はい、この下の方、ここですね、ここにあるのを、4枚、集めてですね、はい、ここにペタ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 っと貼って応募したら当たるかもしれないと。いや、これはぜひゲットしてね、ご紹介したい。対象商品ね、今回ご紹介してるこの3種類のパッケージが書いてるんだけど、緑のキャラパキマークがあるものが対象商品のようですね、やっぱりね。そう、対象商品は追加になる可能性もあって、で、実施中のキャンペーンの詳細はバンダイキャンディ公式ホームページを、ご確認くださいとなってます。ぜひ皆さんこれ当てましょうよ、ね。で、またよかったら当たったっていう方は、コメントでよかったら教えてくださいね。袋後ろにラインナップが書いてます。レベル1はトリケラトプス、プテラノドン、モササウルス、レベル2はティラノサウルス、ステゴサウルス、レベル3双葉スズキ竜に、これが新しいね、ベロキラプトルですね。そしてシークレット、なんかね、シークレットのこの形見るとね、ドラゴンっぽいんだよな。なんかドラゴンのような気がしますよね。今回にワンボックス14個買ったんで、多分コンプできると思うんだけど、これでできなかったらショック。では早速ね、開けていきますね。新しいね、ベロキラプトルと、あとね、シークレットが出てくれたらいいんですけどね。では一袋目見ていきます。中に入ってたのはこちら、僕の大好きなモササウルスが出てきました。これはね、レベル1となってます。で、トレイの色は通常のね、ちょっと黒色になってますね。真ん中にドドンとモササウルスがいてるんだけど、体をくねっとこう曲げてね、もうスイスイ泳いでるようなね、形になってて迫力ありますね。で、端の方にアンモナイトがいてます。はい、次はですね、二袋目見ていきます。はい、中に入ってたのはこちら、レベル3かな ?3 の双葉スズキ竜が出てきました。ニューってなってないけど、双葉スズキ竜ってこれ形こんなでしたっけ?なんか変わった気するんだけど、気のせいなのかな?はい、で、首長いですね。で、なんか後ろの方見てる感じになってて、で、上にはなんとね、これシーラカンスいてる。確かにこれレベル3だ。これパキパキするの難しそう。で、特にこのやっぱヒレの部分ですよね。この後ろのヒレのところ、ここが難しそうですね。はい、では3袋目見ていきます。こちらレベル1のプテラノドンになります。翼竜ですね。いやー、形いいね。いや、これもなんか変わった気がするんだけど、変わってないのか、なんか全体的にちょっと変わってる気がしませんね。長いくちばしに、頭にはね、長いトサカが後ろにぐっと伸びててね。いやー、飛んでる時のポーズですよ。かっこいいね。これ難しい。これレベル1でしょ。いや、ここ無理でしょ。爪楊枝とかでやらないと。あと、ここも難しいから、これレベル2でもいいような気がしますね。ここにカブトガニがいてる。めちゃめちゃ可愛いね。まだまだあるんで、どんどんいきますね。4袋目はですね、かぶっちゃったプテラノドン。はい、5袋目見ていきます。はい、これもかぶりましたね。双葉スズキ竜が出てきました。めちゃめちゃ嫌な予感がしてきました。6袋目は、
あ、また被った。モササウルスですね。7袋目。あ、よかった。違うのが出た。はい、こちら、トリケラトプスが出てきました。トリケラトプスはレベル1ですね。右下にはアンモナイトがいてて、で、どっしりとした体にね、特徴的なフリルに、3本の角があって、かっこいい。トリケラトプス好きな方多いですからね。うん、かわいい形になってますよね。でもこれもレベル1っていうほど簡単じゃないよ。この間とか絶対難しいし、特にこの後ろね、この小さいところ、こことか絶対難しいと思う。それでは8袋目見ていきます。はい、出てきたのは新しいのが出てきましたね。こちら、レベルが2ですね。2のステゴサウルスになります。左上にアンモナイトがいてて、頭小さくて可愛いですね。で、背中に特徴的なね、板があって、いや形めっちゃいいよねこれね。で、足、なんだろう、こうちょっと右の前足上に上げてそうな形だから、歩いてる時のポーズかもしれない。で、尻尾の先端にはちゃんとね、このスパイクがあって、ここパキッとするの難しいよ。この尻尾の間ね、ここ難しいと思う。ここもこれ、あ、レベル2だなこれ。うん、この辺はね意外と簡単かもしれないけど、やっぱここですよね、下が難しい。シークレット出ない気がしてきた。9袋目、プテラノドン、また被った。まだ出てないのがシークレット入れて3種類なんだけど、残り5袋。いや、これコンプできないかも。これ10袋目ですよね。はい、どうだ。おー、来た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 、新しいシークレットが出ました。これ何、あ、ペガサスかな。ペガサスっぽくないですか。なんか翼の形がドラゴンのような感じ。え、ドラゴン、フェニックスか。フェニックスですね。これペガサスじゃない。頭の形見るとこう馬っぽくないから、フェニックスかなこれ。はい、かっこいいねこれ。で、あの翼の形がいい。ちょっと頭の形見るとなんかドラゴンのようにもね見えたりしましたね。で、あと右側に小さいプテラノドンが飛んでて、かわいいこの子。で、これレベルはハテナってなってたけど、さあ見ていきましょうか。まあ、この辺はね、うん、簡単かな。ここですよ、問題は。ここと、ここ。これはレベル3。もう僕が勝手に言っちゃって申し訳ないんですけど、これはレベル3でしょ。この辺難しいからね。いや、よかったよかった。シークレットご紹介できてよかった。あとベロキラプトルが出るかどうかですね。11袋目は、はい、こちら、ティラノサウルスが出てきました。恐竜好きじゃない方もね、もうみんな知ってる恐竜ですよね、ティラノサウルス。大型のね、肉食恐竜なんですけど、これ、動きのある形になってますよね。こう、左の後ろ足が一歩前に出てて、右の後ろ足はちょっと後ろの方に行ってるのかな。これ、ちょっと隠れてるけど、で、尻尾がくるんとなってて、上体を起こして吠えてる。いやー、すごい迫力のあるね、形になってますよね。また、頭の形もいいですね。で、これ左側に三葉虫がいてます。レベル2なんだけど、いや、この辺かな。ここ難しいね。いや、でもね、ティラノサウルスがレベル2ということは、さっきのシークレットもレベル2かな。3はちょっと行き過ぎかもしれない。ティラノサウルスの方がシークレットより難しいかな。それではですね、12袋目見ていきます。あー、かぶっちゃった。プテラノドンですね。残り2袋、ベロキラプトル出るか。あ、またシークレットが出てきた。嬉しいけど、新しいベロキラプトル見たいですね。では、最後、いきますね。最後は、あー、出なかった。ステゴサウルスが出てきた。すみません。14袋買ったけど、新しいベロキラプトルは、ご紹介できなかった。14袋買ったら出るかなって思ってたけど、このベロキラプトル出なかった。いや、かっこいい。なんだろう、この頭後ろに向いてて、なんだ、吠えてるのかな。いや、気になるな。で、右側にいてるのも、いや、これ何かわかんない。小さくてわかんない。14袋ね、開封した結果がね、こちらとなります。なんと、プテラノドンがね、4個も出た。もうね、かぶりすぎですよね。で、モササウルスも2個出て、ステゴサウルスは2個、そして、双葉スズキ竜が2個で、トリケラトプス、そして、ティラノサウルスがね、1個しか出なかった。ここ意外ですよね。なんか、この辺なんか結構いっぱいかぶるかなって思ってたけど、かぶらなかったですね。で、シークレット、フェニックスかな？これ2個出ました。最後にこちらのシークレットをパキパキね、発掘したいと思います。多分ね、レベル2ぐらいだと思うんだけど、どうかな？はい、まずはね、こう、やりやすそうなところからね、端の方から割っていってですね。あ、
この辺も難しいかもね。あー、ここね、やっぱ下のところがね難しいかも。はい、パキッと割ります。おー、綺麗に割れてる。で、あー、ここ、やっぱりね首のところが難しいですよね。おー、あ、意外とあのね爪楊枝とかなくてもこの辺の細かい部分も、あ、結構いい感じだったんだけど、パキパキ発掘するときねこの辺割れちゃうんで気をつけてくださいね。はい、ということで今回ね、新しいのが2種類入ったギャラパキ発掘恐竜チョコの方をご紹介しました。今回ちょっとかぶりすぎでしたよね。いやーね、ベロキラプトル出るかなって期待してたんだけどダメでした。で、動画始めにねご紹介したキャンペーンね、発掘タイマーね、そう2000名とね数そんなにないんですけど、ぜひね当ててくださいね。この後このパキパキしたのね食べたいと思います。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価ベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。